し。お疲れ様です。暑い。今日も今日で盆休み最後です。今日もね、今日はね、長女はちょっと友達のお父さんとお母さんに海に連れてってもらっとるんで、僕と次女と長男でうろうろしてました。長男がまずバッティングセンターに行って結果は散々でしたねえ、そうた、もう一回帰って素振りしよう。めっちゃ元気ないやんけね、そしてほんで今ちょっとそのね、長女が連れてってもらっとるんで、それのお礼にちょっとドーナツを買いにイオンの方に行ってました。はい、あっつー、ほんま、あーどうでもええ暑いね、ほんまね。もうイオン出てから駐車場までがもう嫌だったよね、もわっとしてね。さん、かわいいよ、見せて、ガチャしたやつ。あ、かわいいじゃん。これどうするの？2の机に飾るの？玄関に飾るの？何？ハニーブラウン？この子何？どういう名前だったっけ？何やらブラウンよね、うん、かわいいじゃん。サニーブラウンハキームか。違う、ね、違う、うん、サニーブラウンハキームじゃろこれ。違う、足速いんじゃない？めっちゃここに飾る、ね、あ、かわいい、めっちゃかわいいじゃん。溶けるよ溶けるかマジや、このチョロ毛が溶けちゃいけんけ。後ろにも生えとるじゃん後ろにかわいい。どういう名前これマジで。なんか名前書いてあったんじゃない？サニーブラウンハキーム、キャリーブラウン、キャリー、アメリカの子か。じゃあブラウンでいいでしょ。何回ね、スヌーピーの仲間か。うん、そっか、種類がこんなにおる。いいじゃん、かわいいじゃん。あ、めっちゃおるじゃん、並ぶんです。それ全部揃えてみたらめっちゃかぶるじゃろうね絶対。うん、十何種類おるの。1、2、3、4、5、6、7。え、ここだけ7種類。めっちゃおるじゃん。ほんでね、今から、まあ、ドーナツ買ったんで、今からちょっと僕の用事で役所の方に行って家に帰ります。もう今日はね、昼飯はお弁当買いました、イオンで。お弁当、父さんのこと見よう。いや、レトルトカレーがあったのに、俺はレトルトカレーでよかったのに、バカじゃき間違えて俺もね、弁当買ってしまいました。はい、レトルトカレー食べようかな。弁当父さんが食べようかな。弁当夜にしようかな。夜はあの レモンバジルの味がついたチキンを焼いて、あとキャベツとトマト添えて、で、あとワンタンスープしようと思います。夜ご飯はね、それとポテサラのね、ポテトサラダの大盛り買ったんで。今見れません、運転手おるんで。じゃないよ、事故したらどうするん。普通に見れんじゃろ、見して見してとか言ってから事故するよ。信号引っかからないか。うん、信号引っかかったらじゃあ見るわ。うん、って思ったら引っかからんのよね、こういう時はね。そうよ、どうでもいい時は引っかかるのにね、エクソーってからね。ナビが 400m 渋滞、出会っち。王将の前の方いつも渋滞するもんね、うん、マルショクの前とかね。あそこはね、船越はね、その人なんかよ。あ、ちょっとじゃあ父さんの職場知っとるよ。え、何を言うの急に父さんの職場知っとる。だってだって一回行ったことあるじゃん。幼稚園2、3回あるよ。そうだわ、なんで引っかからんの。なんで引っかからんのって言うね。いいじゃん、お信号で進んでいけば。いつぐらい行ったことある。行ったことある、あるよ。なんかあの階段登るところでしょ。うん、え、階段なんかカメラ覚えとるよ。うん、なんとなくね。そうそう、なんか階段か。あ、ここも引っかからんかったわ。2個ある。あ、あずきの病院じゃん。うん、え、んで家近く。あ、警察がある、警察が。いや、早く仕事がしたいわしゃ。いや、ほんまちゃんと早くアポイント勉強するわ。一緒、つーと父さんは一緒。普通も早い、夏休み終わって学校行きたい。父さんも早いトラック乗って仕事したい。行く人は学校行きたくない。なんで学校行きたない、そうだ。現場暇じゃん。
何が暇ない、お前何や学校で暇って。暇するほど剣舞勉強せにゃ、勉強しに行くんじゃろ。渋滞したん。何学校が暇って。うん、見て父さん。何春が降る、小豆が。あ、帰ってご飯食べ。お、もうじゃあ小豆がおるじゃん、これ。あ、そうた、これしたん。うん、何が出たん。チワワ。あー、わちちか。チワワ。バグが出ればよかったのにね。わちち。これマジで小豆じゃん。グッパ。はい、じゃあちょっととりあえず役所の方に行ってきます。で、役所終わって帰って弁当食べます。父さん、うん、じゃあこのフィギュア集めるけん。おお、頑張って。それは可愛いわ、玄関に飾ればいい。だけちょっとガチャガチャでやるかもしれない。うん。ああ、麦茶うめ。帰ってきました。はい、弁当食います。豚の炭火炙り丼みたいなやつ買ってきました。多分これじゃお腹いっぱいにならんけ、父さん海苔ご飯食べようかな、海苔結び。いただきます。次女は遊びに行きました。はーい、待っとって。はいはい、うまっ。うん、箸、割り箸。うん、結構ご飯も入ってる。うん、一個ずつ交換しようや。じゃいいよ。はい、じゃあ生姜焼き、じゃあ照り、ソータのこのチキンをもらいます。うまそうじゃん、これも。うん、これちゃんと炭の味がついてるね、この鶏肉。うん、うまっ。うん、うまい。ショウさんの豚の方はちょっと甘めだろ、味が。なんか食べてない。生姜焼きじゃん、これ。ん、生姜焼きではないけど。グリーンピースいる？あんま。グリーンピース、男二人になってしまうため、うん、みんな遊びに行って。グリーンピースとか久しぶりに食べた。何でも食べるやん、何でも美味しいって食べるやん。うん、これは本当にうまい。意外とご飯もしっかり入ってた。明日何するん？勉強しとく、ちゃんと。ねえ、何食べたん？なんでそんなグリーンピース一粒飲むのにそんなしわい顔するんや。そんなにしんどかったん、グリーンピース飲み込むの。ね、こんな顔して飲みよった。大げさなの。だってかまずに飲んだもん。うん、いや、味あんま好きじゃない。ご飯おかわりしてきました。と、海苔。海苔。食べる？これが美味しいよね、やっぱり。これが、この食べ方が一番美味しいよ。うん、うまい。海苔最高。やる？海苔巻くか？あ、あずちゃんトイレ行く？こっちの照り焼きがついた方。うん、こっちの海苔巻こ。うん、マクブルーム、海苔をマクブルーム。え、上手じゃん、巻くの。うまいじゃん、箸で。これうまい。海苔ちょっと辛い。うん、味海苔だけ。あちゃん、ちょっと待ってよ。そうね。ああ、やばい、脱走してしまう。ほらほら、あずちゃん、そこでおしっこしちゃダメよ。出とってもいいけど、じゃあそこちょろちょろしよう。おしっこせんようにね。あずきが脱走しちゃった。
あずちにブロッコリーあげようじゃ。うん。うん。はい、蒸したブロッコリー。あずち。あずち。これこれ。これこれ。お手をかえりちゃんにゃ。うん？はい、お手。あ、じゃあ待って。はい、おいで。はいはい。ママママ。ほれ。これ食べて。ほら、ブロッコリーブロッコリー。はい、はいはいはい、これ食べてごらん。はい、ブロッコリー食べてごらん。うん、食べた食べた。あずきがブロッコリー食べた。うん、海苔うめえ。なんで海苔こんなにうまい。うん、うまい。明日も頑張ろう。明日もっていうか明日から。違う違う、箸を交差しちゃダメよ。箸はこう平行、水平にこう持ってくる。そう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 、くるっとね、突き刺しちゃダメよ。うまい、うまい。肉食えよ。腹いっぱい。肉食うとなんじゃないか。肉食え、しっかり。海苔はおかずがなくなったら食べるよ。あとちょっと、お父さん。うまい。うま。海苔最高。味。味にさ、ブロッコリーでいいんじゃない？ブロッコリー食べてよ。違う違う。ダメよ、ちゃんとフードあげんと。ん？うん。あともう一回だな、これ。いいな。何がいい？しっかり食え。しっかり食って食えねえ、もっと。なんかそんな食べたくない。なんか。なんかね。うん。なんか身箱が短くなるから。ああ。身軽さがキープしたいわけね。うん。なるほど。美味しかった。もう一枚食べよう。うん。マジでうまい。海苔。ごちそうさまでした。はい。はい、じゃあおいで。はい。じゃあ、あずちも最後にお別れです。明日から仕事頑張ります。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。めめめ。何？ブロッコリー食べる？じゃあブロッコリー食べよう。